さ、乗り換え時間3分で一ノ関行きに乗ります。早速乗ります。高見駅から発車しました普通列車ですが、100キロ前後のスピードとかなりのスピードで走っています。いや、普通列車がこれだけ速く走ってくれると嬉しいですね。景色も見る見るうちに変わっていきます。はい、一ノ関に到着しました。続きまして甲子田行きですね。クモハ701って書いてますね、この車両。さあ、これに乗って行きたいと思います、ね、東北本線沿いを走るとだんだんこう東京に近づいてる感じがしますね。それでは参ります。小型駅に到着しました。私ね、先ほど甲子田駅、甲子田って言ってるんですけど間違えました。失礼いたしました。なんか都会の電車になりました。それでは、乗っていきたいと思います。クモハ E720 と書いてあったかな。じゃあ行ってまいります。青森から乗車して約9時間ですね。仙台到着しました。なんか仙台ってこう青森と東京の中間地点のような感じがしますが、もう結構後半の方なんですね。いやー、来ました来ました来ましたよ。いや、なんか嬉しいですね。いやー、いいですね。で、時間は今2時半ぐらいですね。で、これからですね、ちょっとまだご飯を食べてない、昼ご飯食べてないんですよ。なのでちょっと何を食べようかなと思うんですけども、30分ぐらいで食べれるものって言ったら、仙台の名物は牛タンと、あとずんだ餅と笹かまですね。この3つなので、今回はずんだ餅にしようと思います。ちょっとずんだ餅探してきます。さあ、買ってきました。笹かま買ってきたんですよね。種崎の笹かま、ね、定番です。これずんだ餅美味しそうでしょ。たくさん入ってるからね。まあ食べます。今日のお昼です。うわー、ずんだ餅食べてたらびっくりしましたよ。敷島やってまいりましたよ。おお、びっくりした。突然来ましたね。偶然発見しましたね。すごいですね、超豪華。ちなみに私が乗るのはこの福島行きの普通列車です。いやー、すごい、全然違いますね。もうびっくりした。これ餅が柔らかくてすごい美味しいですね。仙台の名物、先ほど言いましたの笹かま、牛タン、ずんだ餅、その他にあの萩の月ってありますね。皆さん知ってました？お土産でよくいただくことあるんですけど、お饅頭の中にあのカスタードクリームかな入ってるんですけど、すごい美味しいんですよ。仙台名物でございます。いや、美味しいです。これ敷島まっすぐ発車していきましたね。すごいな。海藻かな、誰も乗ってないようなんですけど、かっこいい。はい、福島行きです。今仙台駅にいます。午後3時発の福島行き普通列車に乗って行きたいと思います。それでは乗りましょう。
あ、いよいよ福島に到着しました。いよいよ旅も、東京までの旅も終盤ですね。これから雲波 E720 で郡山に向かいます。今は午後の4時半ですね。それでは行きましょう。皆様こんばんは。今午後5時半ぐらいですね。午後5時49分発の新白河行き、これにまず乗ります。だんだん東京に近づいてまいりました。はい、ついに新白河到着しました。これね、面白いんですけど、乗り換え、今までこれに乗ってたんですが、車止めがあってこっちに黒磯行きあるんですよ。面白いですね。なんか新型車両乗るような感じですね。はい、それではもう発車なので急ぎましょう。ですね、宇都宮行きますよ。関東入りました。やりましたね。さあ、もう発車なので行きましょう。今黒いしそうです。7時発のこの宇都宮行き乗ります。最後乗ります。グリーン車です。さあ、入Thank you.
はい、皆様、今ですね夜10時、東京駅無事到着しました。稚内からですね3日目、そして札幌からぶっ通しで乗り継いで2日間で、ここ東京駅普通列車とフェリーだけで来ました。いやー、もう綺麗、最高。いや、なんか達成感もありますね。なんかここで終わりじゃないんですけど、ここからね、九州まで行くんですけどね、とりあえず東京駅無事到着しました。今日はゆっくりホテルで休んで、明日またですね早朝に出かけますので、それの準備も入ります。では皆様、今日はご視聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。